ユリホールディングスプレゼンツしぶちや、さまざまな部活動で語り継がれてきた言葉、秋田ノーザンハピネッツチアダンス、総の座右の銘は、苦い思い出ほど甘くなる。試合をブースターと共に盛り上げるのがチアダンスの役目。決して会場の主役ではない。見ている人を元気にさせたいっていう気持ちがずっとあったので、こういろんな試合とかを応援してるお客さんと一緒に盛り上がりたい、盛り上がれればいいなっていうふうには思っていました。幼い頃から音楽に合わせて体を動かすことが好きだったという。そう、ハピネッツにはジュニアチーム時代から携わり続けている。旧シーズンはハピネッツの会場で踊ってきていました。その歳月の中で経験した幾度かの挫折、ちょっと辛いな、嫌だなっていう思うことをこれまでもいっぱいあったんですけど、それを乗り越えていくと、どんな辛いことでも思い出せば甘く、よかったなっていうふうに甘くなるなって思ってるので。コロナウイルスの影響で試合ができない今、そうが思うことは、やっぱり今はちょっと辛い状況だとは思うんですけど、まずは今はこの状況を乗り越えて次に向かって一緒に頑張っていければいいなって思っています。今の目標は来シーズンもチアダンスチームとして活動できればいいなっていうふうに思っています。秋田ノーザンハピネッツチアダンス、総の座右の銘は、苦い思い出ほど甘くなる。チムチア。この番組はユリホールディングスがお届けしました。 繋がる今